調布市在住の作家田村正樹さんの展示会が5月21日日曜日まで文化会館田作り1階展示室で開催されています。今回の調布のスターを探せでは作家田村正樹さんをご紹介します。ありますけれども大きなものが多いんですね。はい、今まで、大きい作品最初学生の時っていうのはやっぱ大きい作品を変えておくべきだと言われましたので、大きい作品が、多いですね。ということは学生の頃からの作品が展示されてるんですか？はい、今回は、今の作家の活動をしていく方向性ができたそのスタートの部分から作ってますので、それがたまたま学生の頃からだったので、はい。素人目に見てもちょっと独特の作風なのかなと思うんですが、この作風に至った経緯は？そうですね、最初油絵を描いてたんですが、油絵で錆びたもの朽ちたものを描いてたんですけど、だんだんとその朽ちたものの、その時の移ろいっていうのを描こうとなってきまして、それで抽象画の絵画の方に、そしてあとは和紙を使いたいなと思ってましたので、油絵を使うんではなくて和紙の風合い色合いを使っていく形になってきましたので、オリジナルの表現になっております。じゃあこの色味っていうのは絵の具ではないんですか？そうですね、絵の具も一部アクリル絵の具というのを絵の具を使っているんですが、絵の具の上に和紙を1枚貼った場所で、またそれが2枚貼ったらまた和紙の濃くなってくるという形で、和紙そのものの色を絵の具の代わりとして使っています。なるほど。それでこの空気感が柔らかさというか感じられるんですね。はい、実際にはどういった工程で作品を作ってらっしゃるんですか？まず木のパネルという、板の上に、ちょっとこう見ていたら分かるんですけど、胡粉という日本画で使う日本伝統的な絵の具の柿の殻を砕いたものなんですけど、それをまず塗りまして、でそこに絵の具で描いて、またこの辺りだと分かりやすいんですけど、和紙を貼ったり、貼ってないところと貼ってるところとやっぱニュアンスは違うと思うんですが、こういう、形で、和紙を一面に貼るんじゃなくて部分的に貼って、また描いてまた和紙を貼ったり、そういう形で作っています。ということはたくさん重なってそうですねできているということですね。全体的に重ねるわけじゃなくて、部分部分重ねていって、分厚い和紙を重ねたり、薄い和紙と分厚い和紙を重ねたりとか、そういう形で作っています。なるほど。こちらの絵はテーマは何なんですか？基本的に僕のテーマというのは全ての作品を通して時の流れ経過というのをテーマにしているんですが、それもちょっと今回の場合はタイトルですね、全部がそうなんですけど、タイトルが転換という、天の漢字の漢って書くんです。これは春の季語で、天の川を指します。でその季語というのも時間を表していると僕は思うんで、完成してからこの作品に合うタイトルはっていうので、時をイメージさせる今回は季語を使って書いております。じゃあこの辺りは本当に星の、そうですね、そういうスケールの大きな空のような感じかなと思いました。調布市に在住ということですが、出身は調布なんですか？いや、出身は、奈良生まれの大阪育ちで、今は深大寺の方に住ましてもらっています。そうなんですね、実際にお住まいになっていかがですか？いや、初め来た時に東京でこんだけ緑の豊かな
まあ、うちの近くでしたキャベツ畑が広がってたり空が広がったり四季を感じる、そして絵を描くにはすごくいい、まあ、神代寺というお寺も植物園もありますし本当に恵まれた場所だと思いました。ということは絵に調布の街並みがこう反映されることは、はい、あります、ね、はい、そうですか、はい、例えばどういった点が。そうですね、まあ、そうですね、まあ、建物と、まあ、自然とかあとは空気 その移ろいとか、まあ、漠然としたところですが、でもやっぱりその大都市 そのビル群の中ではない本当に人が生きているところを、ね、自然の中で生きているというのを感じながら制作できますので、それが徐々に私の中で5年後か10年後熟成してこちらに出てくると思います。じゃあ先生の中でこう時が流れてそれが作品に。そうですね、なるほど。活動場所はどちらになるんですか。調布 の公民館等で水彩画教室をやっておりますので、まあ、この本当に調布内でお仕事の方もほぼさせていただいております。それでは今後の活動について教えていただけますか。はい、今回の展覧会というのは本当に20年ぐらい前から現在までの作品ということで、私の自己紹介という気持ちも入っているんですね。だからまず地元に地域に根付いた作家として活動したいと思いますので、まあ、仕事の方も調布でさせていただいてますし、今後調布市にと、まあ、私自身微力ながら参加して活動していけたらなと思っております。これからも作品楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。